皆さんこんにちは、ダイスです。今回はルイージマンション3やっていきましょう。なかなか新しいお化けが出ない私です。まだ空いてるところがあるんですが、コスチュームの新しいお化けになるので、今回はこちらの考古学者ルイージとマジシャンルイージのうち、前回考古学者で行ったのでマジシャンルイージで向かいたいなと思います。ということでセラータワー行ってみましょう。では1階から20階まで行けるかな。黄色です。21お化け。おお、最初からアイテムは嬉しい。端っこスタートですね。じゃあここから、1匹だけ。なんか他の部屋いなくない？もしかしたら待ってるっていうんですかね。やっぱこっちだけちょっと行こう。よっちゃん助けに行ってきます。先にね、よいしょよいしょ。はい、オッケー。じゃあ端っこからまた見ていこう。多そうなイメージだけど多くないかもしれない。あれですよ、多いところがもう決まってるのかな。そんな気がする。決まってそうですね。一箇所すごく多いんだ。こうまた珍しい作り。ここか。まだ開けてないってこと？あ、ありがとうございます。ちょっと開く？2階です。ここも通常階。お化けは22。あれ、また1かと思った。でも2だけですね、これ。あら、飛んでみます。上に来ましたけど、ここで今見えてるの1だけでしたよね。あ、2匹いるんだ。よし、あった。一番最後鍵が開ける。え、なしでしょ。え、待って待って、おかしいよね。あ、また違うところにやらされた。あ、私のありました。どこだ、鍵の部屋。あ、やっぱりこっちだったよ。で、時間がない。時間はない。持ってもらおう。ちょっと奥にいますね。ここもいるよね。待って、時間ない時間ない。タイムが欲しい。あ、来た。間に合うんじゃないか。間に合いそうですよね、これだって。あと1。ない、来た。ありがとう。え？やっとくね。よかった、ありがとうございます。
北マジックフロア、カーラ、もしかしたらいるかもしれない、お化けがもしかしたらいるかもしれない。カーラ界もね、いたりするんですよね。とりあえずカーラをなんとかしよう。あった、お化け部屋かな、お化けだ、初めて見たかも。初めて見た、これだね。倒せるかな、倒したい。これでも倒し終われば、あ、倒し終わってる、やったー、取れたよ、新しいの。これですよね、多分。多分これだよね。ちょっと唇つけてる、ピエロかな、どういう種類のやつかわかんないんですけど、なんて種類なんだろう。やった、ありがとうございます。 Thank you。 多分ね、海外の人だと思われるんですよね。で、鍵開けてくれてる、嬉しい。もうちょっとだし、なんかね、持っててくれるのがすごいありがたい。ほい、ほい、これ私が頑張ってなくてもやってくれるもんね。あ、終わった、ありがとうございます。終わった。4階はお金の回収です。3人なんで7500、頑張ってきます。よし、スペルだけ吸おう。あとはお化けのところですね。お化けのとこ行った方がお金になるから、ちょっとお化けを倒そうと思います。通常フロアですね、ここも。もう一回マジックフロア行きたいな。終わった、ありがとうございます。5階ユニコーンお化けは9体、多いな、4人になりました。よし、行きましょう。9体誰だ、あ、キル系。よし、これね、今回みんなあのスーパー掃除機持ってる、早いだから。はい、はい、うん、よし、いた、ありがとう。早い、いや、6階、最近倉庫始まり多いですね。22体お化け、あ、最初から出てきてくれてる。では行ってみよう。近いところからでいいかなって思ったんですが、人が少ない方から行ってみようと思います。3体もいる。1しか取れなかったですけど、あ、遠いか、スイッチ出しとこう。もうやめてほしいわ。あ、びっくりしたね、なんでだ、多分3体取った本だ。とりあえず進めていこう。もういない、え、一箇所が多かったりする。リンゴ投げ
ってるのやめてほしい。できた。じゃあ戻って真ん中、ここ行こう。よかった、みんないたのに。ちょっとできなかった。ダメか、スポってなっちゃうんですよね。今多分距離感がない、私が。よし、じゃあとりあえず脇の部屋から中に入っていくパターンですよね。ここから行く部屋を見てない気がします。あ、いないんだ。 Thank you. ありがとうございます。見てくれてたみたい。はい、まだ途中なんですけど、今回の成果ありましたね。いや、初めて見たやつが取れてる気がします。あ、いたいた、マイムラウストなんだ。マイムね、口紅つけてるよねっていうのだけは見えたんですけど、ピエロかなって思っていたら違いました。ここ2つがマジックフロアの通常お化けで、新しいお化けになります。で、次ここがいないので、最後はここを狙ってまたテラータワー遊びに行こうと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!